今回紹介するのは「カレンの台所」という本です。糸井重里絶賛この人は日本語を壊しているのではない。新しい日本語をデザインしているのだ。楽しい気分楽しい本です。料理目的じゃなく読書本としても楽しめると思いました。私は料理参考にさせていただきたくて購入したのですがまずは 独特な日本語のカレンちゃんの今回なぜこの料理にしたかについて話が始まり読んでいくうちに手順の流れになってます独特な表現がかえってわかりやすいと思いますこんな気持ちでお料理したら楽しく作れそうまさに帯に書かれている読んだら作ってみたくなる です。文章の次のページの見開き左は作り方のイラスト入り流れで右は完成お料理の写真でこの見開きもいい感じ唐揚げにオリーブオイルを使うなんてほんと贅沢ですが表現が何とも許せちゃいます私はさすがにオリーブオイルはもったいないのでキャノーラ湯でこれから楽しく読書しながら作っていきたです ただ一つ材料をまとめて書いてくれたらもっとわかりやすくよかったのにな。なので星読みさせていただきました。以上。興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。